ちは。こんにちは。さあ、井坂さん、2023年の FA、はい、手を挙げる選手たち楽しみですが、いや、手を挙げるって言ったら、うん、まあ、若月も例えばね、うん、手を挙げて残留になってくると思うんだよね。あ、オリックスの若月選手は手を挙げて残留、一旦交渉しながら、うん、残る、残るという。おということで、いきなり入ってきましたが本題に。そうよ、あの以前の動画で、そうか、そうです、そうです、そうだな、前編後編と題してるわけですが、はい、以前の動画で今年 FA を取得する選手から取得済みになっている選手で、はい、豊さんが手を挙げそうな選手というのを、まあ、10名11名ぐらいピックアップしていただきました。で、今回の動画では、じゃあこの選手たちが手を挙げたらどこの球団が取りに行くのか、争奪戦になるのかを見ていきたいと思います、はい、で、まず豊さん話していましたオリックスの若月選手、前回ちょっと名前忘れました、はい、ピックアップには。ただ若月選手は手を挙げるけど残る、残る、何のためにじゃあ手を挙げるんですか。いや、それを一旦、うん、あの買い取ってもらうために。あ、権利を、球団に。あ、はい、なるほど。でも、もし手を挙げたらもちろん他球団も交渉可能にはなるんですか。なるけども、うん、いや、もうあの手を挙げて、あ、花から、花から、そっかそっかそっか、多分そういう風な手法を取ると。で、何年契約か、まあ、森選手もいるので、森選手いるけど、はい、やっぱりこう外野に、ね、押しやるぐらいキャッチャーとしては優秀なキャッチャーだから、はい、だから、まあ、オリックスの方が最善を尽くして残すようにはすると思う、ね、はい、あ、じゃあ手を挙げるけれども残るのが若月選手、はい、さあ日本ハム加藤投手が手を挙げたら、いや、これはどこが行きますか。やっぱどこでも欲しいと思うよ、うん、巨人もそうだし、巨人、はい、阪神も欲しいんじゃないの。阪神ピッチャーいますけどね。まあ、いるけど、いて損はないからさ、はい、あとは、そうだな、ソフトバンクとか。あ、ソフトバンク、そうですね、うん、とか、うん、やっぱ欲しいかなと思うんだよね。じゃあ、3球団ぐらいが行きそうですか。もちろん日本ハムもね、あの残留してほしいっていうのは、例えば、その兼ね合いだけども、これから話に出てくる、うん、DeNA、はい、石田と今永が FA を持ってるよね、はい、取得するよね、うん、そうなって出ていかれると、うん、やっぱピッチャーの補充っていうのは絶対必要だし、あ、まあ、同じ左ということを考えると加藤なんか欲しいよね。じゃあ DeNA が様子を見ながら加藤投手も調査するというか。まあ多分ね。おお、じゃあ加藤投手が手を挙げた場合はこの4球団が行きそうかなっていう。まあなあ、マネーゲームになりそうな感じがするよね、うんうん、本当に人気あると思うよ。そうですよね。ロッテとかはどうですか。可能性もあるよ。それはもうどの球団だって可能性あるよ、この選手は。まあ、そうですよね。西武だってそうでしょうし。だってフォアボール出さないんだからでちゃんとゲーム作ってくれるんだから、はい、だから、まあ、加藤は選ぶとしたら、うん、援護があると思うね、打線の。ああ。あーですね。まあ、そういうチームだと行きやすいかなと思う、ね、うん、ということで、ヤクルトなんか向いてそうな感じがするんだけどな。あ、ヤクルト、うん、あ、でもヤクルトも動くかもしれないですね、可能性はあるな、うん、じゃあ続いて楽天、はい、松井投手です。松井は巨人とか取りに行くかも、うん、まあ、大勢投手がね、来年は、ただ兼ね合いなんだよね、いろいろ他との、他との、うん、あ、もし例えば加藤投手を取れたら松井投手まで行かないよとか。いや、後ろと前はちょっと違うからさ、うん、いやいや、田口、ヤクルトの、はい、これが FA 取得したでしょ、うん、巨人に行くんじゃないかな。戻りますかね。だって重宝されるよ。でも自分を放出したわけですよね。トレードでしょ。はい、うん、引きますか、また。俺はなんか可能性があるんじゃないかなっていうふうには睨んでんだけど。でも髪の毛を黒にしなきゃダメですよ、もう。いや、黒ぐらい大丈夫じゃないよ。もう七色にできなくなっちゃいますよ。全然大丈夫だよ。そうなのか。だからもし、だから巨人が田口投手を取ったら松井投手は取らないってことですもんね。まあ、その可能性はあるという、うん、だから天秤にかけると。あ、じゃあその松井投手単独だけで考えたら巨人は欲しい、松井投手欲しいし、 DeNA も欲しいよ。山崎康明投手がっていうことですよね。ほんで田口が出ていくんだったら松井はヤクルト欲しいよね。兼ね合いで、兼ね合いで牽制試合ですね、みんな、うん、ああそういうことか。他、そっか、抑えが欲しいっていうところ。あ、そうだな、まあ、西武も欲しいかもからな。西武、ロッテ、
ロッテはまあ大丈夫です、まあ、ロッテはね育ってきてるんだよね、うんうん、増田の次が、はい、だから、まあ、そんなに慌ててはないと思うけど、うん、ただあそこでやっぱ中に入れる左が欲しいよね、はい、ロッテはね、うん、だから可能性がなくはない、松井投手がその海外にまだ挑戦したいという気持ちがあるのかどうかというところにもまたよります、まあね、もしかすると海外ということもあるかもしれないですね、はいはい、でさっき話に上がっていたヤクルトの田口投手が、まあ、巨人だなって、ヤクルトに残らないですかね、残りそうなの、いや残ってもいいんだけど、うん、でもせっかくだったら巨人に移籍っていうことも考えてるんじゃないのかなって思う、うん、ああそうか、あとどうですかその西武とかパリーグに行くことっていうのはあんまないんじゃないかなっていう気がする。あ、じゃあセリーグ間でのになりそうですかね、うんうん、じゃあ田口投手欲しいっていうところはもしかすると巨人、あとは DeNA ですか、いや巨人ぐらいじゃないかなっていうのは、じゃあ巨人とヤクルトでどちらに揺れるか、ああそれから DeNA ですね、はい、今永投手です、今永は海外に行かないんだったら、はい、まだ取れてないんだったら、はい、まあ取得してるけどね国内移籍は、はい、ポスティングで行くか、うん、それとも取得まで待つっていうんだったら残ると、残るか、そうですね、どっちの可能性が高いんですかね、手を挙げるか残るか、いやいち早く行きたいんじゃない、あじゃあポスティングだから、うん、ポスティングするんじゃないのかなっていうのは気はするけど、あなるほど、まあ、B ランクっていうのがね前回も話したようにびっくりしましたけど、いや FA としたら魅力はあるよね、ですよね、うん、もし仮にですよ今永投手が国内取得で手を挙げたら B クラスで、そう他行きますよね他の球団、そりゃどこだって欲しいよお前そうですね、今セリーグの中で言えば左でナンバーワンじゃない、はい、全チーム行きそうな気がしますけど、全部行くと思うよ、そうですね、うん、B で取れるんだったら大争奪戦になりそうだな、さあ巨人丸選手です、豊さん動きますか、丸選手、丸は俺なんか広島に帰りそうな気がする、帰れるんだったら、あじゃあ手を挙げてカープがまた取るかどうか契約できるかどうか、うん、そんな雰囲気なんですね、いや分かんないけど、巨人ってまあ外野手がね結構いるし、うんはい、出番がそろそろね、うん、本当にずっとトップクラスで成績を残さないと出れないような状況になってきてるしさ、はい、まあ、それだったら、まあ、新井の考え方だと思うけども、うん、例えば丸が指導者に向くなと思ってたら、うん、もう一回取り戻しておいて、それでこうそういう道をつけていくのか、うん、まあ、それともそういう関係性になっていれば、まあ、取らないとは思うけどね、うん、いるから、まあ、そうですね、秋山選手、西川龍馬選手、そうそうで育てなきゃいけない選手もいるからね、はい、だからまあここら辺がどうなのかっていうところはちょっとまだわからないっていう、うん、じゃあもし丸選手手を挙げて取りに行くとなるとカープのみになりそうですか、カープだけか他球団は、お金次第だな、今もらってるからね、そうですね、うん、多分ね、はい、憶測では、はい、うん、だからそれが出せるか出せないかな、うん、で広島は相澤捕手、これも人気になると思うよ、もしあれだったら、どこが行きますかね、キャッチャー、それは DeNA でも欲しいよね、うん、そうですね、DeNA だ、巨人でも欲しいと思うところはあるよね、まあ、大城選手あと中日だよな、中日なんで宇佐美選手いて、まあ、木下選手もいますけれども、やっぱりね、若い選手もピッチャーでいるし、はい、育てなきゃいけない、うんうん、ということはやっぱりいいキャッチャーって欲しいよね、はい、だからそこら辺では、うん、持ち手を挙げたら話をすると思う、でも広島はやっぱり相澤選手は残ってほしいですよね、そら残ってほしいよ、うん、そら坂倉がね、まあ、良くなってきた、本当に日々良くなってるような状況の中でもキャッチャーもう一人ぐらい欲しいからな、はい、だから相澤を引き止めると思うけどね、うん、じゃあ手を挙げたら DeNA 中日あたりが相澤選手と接触するんじゃないかと、うんうん、でDeNA から戸柱選手と伊藤選手、両キャッチャーです。難しいな、はい、あのまあ、山本選手ここら辺が使おうとするのか、うん、まあ、峰江が昨年動いたけど、はい、下位の2番手で行くのか、うん、まあ、ここら辺だよね、もう2番手でずっとベンチ座ってるようだったら動かないと思うし、はい、いやでも変えますよとかどうのこうのって、うん、いやこのピッチャーにはこうやってね、出れるチャンスがたくさんあるとするとそうわからないよね、そうですよね、うん、
やっぱお金も上がるしな、 FS で移籍すると。そうなんですよね、うん、だから戸柱選手、伊藤選手、お互いのどうするかっていうのをちょっと見つつ動向を、まあ牽制し合うだろうな、うん、で裏で話してるかもわからないいやだから分かんないよここら辺はな。いやそうですね、うん、このキャッチャー、そうですね、広島の相澤選手、 DeNA の戸柱選手、伊藤選手っていうキャッチャーがどうなるのか、うん、どういう行動を取るのかですよね。で中日です。まずは大野雄大投手、もう出そう。これはね、でもね、 FA 取った時にこのチームで優勝したいっていう、うん、そういう話をしてるんだよね、うん、だからやっぱりこう小笠原がいて柳がいてとかエースになりきれないんだよね、やっぱ大野みたいに、うん、だからまだまだやっぱ怪我はしてても大野がエースなのかなっていうとどうなんだろうな、うん、ただそのチームが立浪監督に代わって若返りっていうのを図って優勝っていうのがその先にどんどんなってしまったっていうところで、ただ投げてないしどの程度投げれるかっていうのが分からないと他球団も取りにくいよな。あ、そこですね、そっか、うん、ただ手を挙げたら、ね、接触するチームっていうのはどうなの。でも大金払ってさ、うん、ね、投げれるようまで待つよっていうような悠長なこと言ってらんないでしょ、うん、だから一旦残留すると思うよ。あ、手を挙げずに残留ですか、うんうん、で投げれることを示して来年だよね、うん、多分出るとしたらね。わかりました。で同じく中日は祖父江投手、うん、まあ祖父江は今年状態悪いけど、うん、まだまだね使えるし、はい、出そうな気はするよね。出そうな気はする。ただ成績が悪いから出にくいし取りにくいよね。そっか、うん、じゃあ手を挙げたとしてもだから祖父江もねかわいそうなことしてんだよ、うん、給料的に、はい、これだけ投げたのになんでこれしかもらえないんだろう。ありましたね。あったろ、はい、そういうものが腹の中にあるとしたら出ちゃうよね。そうですね、うん、でじゃあ出たとしたら他球団どこが祖父江選手いいな欲しいなっていう、まあ、もちろん中でっていうことですよね。中継ぎで。まあそうかな、うん、中継ぎ巨人。いや巨人は行かないと。お、行かない。巨人が行かないと、うんうん、だから日本ハムソフトバンクとか、はい、そういうあたりかなが中継ぎで取りに行きそう、うん、まあ、B ランクというところで、うん、はい、で同じく中日高橋周平選手。そうだな、うん、どっか取ってくれるところがあれば手を挙げそうな感じがするよね、うん、まあ、日本ハムなんかいいよね、うん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 、守備うまいしさ、セカンドだったりとかサード、まあ、サードだな、うん、だいたい主にサード、まあ、西武でもいいし、あ、はい、そっか、西武のサード、まあ、そうそう、うん、まあ、ソフトバンクは行くかもな。そうですね、サード前ちょっとね、まあ、栗原がいるけど、うん、まあ、怪我の状態もあるけどね、うんうん、まあ、そういうところが出るかなと思うけど、高橋選手まだまだ打ってるので。まあそうだね、うん、なんかね、中日が若返り図ってる中で出場機会を求めて出るっていうのは十分にありえますよね、うん、でそれから楽天の岡島選手。お、来たね。はい、ここ豊さんワンチャンあるんじゃないかと。いや、あのさ、はい、島内がさ、はい、近藤の移籍で熱出したように、はい、まあ、熱出したかどうか知らないけど相当な格差でちょっとがっかりして俺は FA 取ったのにとかいう話があったから、はい、こう岡島もなんかチャンスがあったら出そうな気はするんだけどな。ほー、まあ、自分岡島もいいバッターだからね。はい、もちろん、うん、ただ1年間持つのか持たないのかっていうことはあるけど、はい、まあでもいいバッターには変わりないからさ、はい、ってなるとどこの球団が欲しいなと。まあ、パリーグの中で岡島によく打たれてるチームだろうな、うん、まあそうでしょうね、もうちょっと牙抜いとけみたいな、うん、まあ、そんな感じになるかもわかんない、うん、あとはセリーグ。まあセリーグなあ、まあ、結構外野手っているんだよね今どのチームも。そうですよね、うん、だから、まあ、そこまではセリーグの場合は動かないかもわからないけど、うん、DeNA も動かなそうですか。DeNA もいっぱいいるんだよ外野はね。あー、そっか。なんか桑原選手いて佐野選手いてあともう一人っていう時に梶原とかさ、あ、あの若手が出てきてる、うん、まあ、茅野とか、はい、もそうだし、だから外野手はいらないんだよね。そうかそうか、まあ、ただもしかしたら手を挙げて自分の評価を聞くかもと。まあまあそうだね、うん、ですかね。うん、まあ、これで豊さんがピックアップした選手全てなんですけど、はい、言ってた広島の西川龍馬選手、はい、B クラスですけれども、はい、は特に手を挙げることもなく
ミスターカープ誰一緒に石川遼選手。あ、そう。まあなんかやっぱりそうなったの。いや、というかやっぱりそう、ファンでは中でやっぱり西川遼選手出てほしくない、手を挙げてほしくないっていうのもあるでしょうし、まあそうそうだな、うん、でも広島のあのやってる雰囲気だとか見てると、うん、なんか出ていきそうにもないんだよね。そうですよね。ここでやりたいっていうのがね、うん、なんか強いんじゃないかなと思うし、はい、まあ、今やりやすいでしょ。はい、あ、そうでしょうね、うん、だからそうだな、なんか出てきそうもないような雰囲気は持ってるけどね。そうですよね、はい、あともし小林選手巨人の手を挙げたら、はい、小林こだわってどこかでも取りたいところはありますかね。小林、はい、そらあるよ。ありますか。まあ西武とかね。いいじゃないですか。西武、古賀とか頑張ってるよすごく、はい、うん、まあだけど抑えのキャッチャーとか、うん、たまに先発、はい、まあ可能性はあるよね、うん、オリックスなんかも、はい、若月の後で控えててくれる、はい、まあ、どっちにしろ控えだったら、うん、もう巨人の方がいいんじゃないか。そうです。そう、でも控えにも程があるほどの今控えちゃって控えぶりだからな。そうなんです。いつもねベンチでね応援してるとこばっか抜かれてるよね。いやでもね最近変わってきてすごく応援するようになってるよ。そうなんですけど、でもやっぱり献身的に。そうなんですよね。でもやっぱりマスクが本業なので、かぶるのが。あ、そうだな。マスクをかぶってる。でもねやっぱ小林は座ってる姿って似合うな、マスクかぶって。絶対そうですよ。いいな。そうなんですよ。なので今年のオフこそちょっと小林選手、私は注目はしてる。だから DeNA なんかチャンスある。いいじゃないですか。その戸柱、ね、うん、伊藤がどうなのかっていう、はい、可能性はなくはないね。そうですよね。いやなんかね、マスクかぶってる姿も見たいですけれども、まあ、この時期1回まずね、あの 2023FA 戦線をちょっと取り上げましたけれども、まあ、またさらに時期が近づいてきたら、はい、さらにもっと熱く、もちろんだ、あのまたいつものようにこの去年のように、まあ、図式でね、こうやってな最後ぐちゃぐちゃになるっていう、そうそうそうのもねやっても面白いでしょうし、はい、FA まだまだちょっと注目して追っていきたいと思います、はい。